1970年、昭和45年9月、なぜかアドバルーンらしきものが見えるここは、明治神宮近くの住宅地です。代々木駅です。ヘリは線路沿いに北へ進みます。貨物駅が見えてきました。現在、タイムズスクエアビルが建っているあたりです。甲州街道に面して、新宿駅南口の 駅舎建物ですこじんまりとしています画面手前駅のこちら側に駅ビルが見えています今のルミネエストですオーガードを越えて西口へオーガード上に見える建物が密集した一帯が思い出横丁小さな飲み屋さんなどが所狭しと並んでいます 1999年の大火事を乗り越えて今も頑張っています手前に見えるビルが小田急ハルク小田急百貨店の原点です画面左が小田急百貨店右奥が慶応百貨店です新宿駅西口広場ですバスターミナルは地上タクシー乗り場や駐車場は地下と住み分けられています 世界で初めての立体駅前広場という触れ込みでしたが、1969年、昭和44年にハンセンフォークソング集会が盛り上がってくると、広場ではなく通路だということにされてしまい、集会は排除されました。ヘリは西に進みます。空き地の向こうに見えるレトロな建物は工学院大学。その隣に、 建築中の慶応プラザホテルが現れました。淀橋浄水場の跡地に計画された。新宿副都心に建設された最初の超高層ビルです。地上四十七階。百七十メートルの。当時。東京で一番高いビルでした。この時は二十階ぐらいまで。 外壁が貼られている様子が見て取れます開業したのは1971年去年2021年に開業50周年を迎えました慶応プラザホテルの住所は西新宿2丁目2番1号でもこの場所はこの半年前まで新宿区角はず2丁目でした実は新宿駅も角はず1丁目 駅の向こう側の地名だった新宿が、副都心、さらには今、オペラシティがあるところまで広がっていったのです。そして、副都心、道路はすでに整備されていますが、それ以外は、ただの空き地が広がっています。 その後1974年昭和49年から超高層ビルが次々に完成しますが京王プラザホテルの西側の3区画だけはいつまでたっても空き地のままで平成に変わった後の1990年にようやく東京都庁が完成しました画面右副都心の西側に新宿中央公園が見えます ヘリは西に進みます神田川を越えます神田川にかかる淀橋が画面下のわずかに外れたところにあるんですがその淀橋を渡ってきた青梅街道が見えてきました中野坂上の交差点ですこの交差点にも今や三つの角に四つの高層ビルが建っています 向こうの方に慶応プラザホテルやはりポツンとそびえていますこのあたり100年前には中野の中心地でした現代の新宿上空です画面手前に新宿駅真ん中に慶応プラザホテルが健在ですその奥に東京都庁 画面左奥の白っぽいビルが東京オペラシティ右上が中野坂上交差点です。